まず裂目について説明します。裂目っていうのは木の繊維方向、これ今木の繊維方向がこうなってますに対して逆らって削ることを裂目って言います。こういうふうに繊維方向が左下に下がっていってるので、この繊維に対して逆らって削ることを裂目。そうすると木がバサバサになったり欠けたりします。ちょっと一回掘ってみます。逆目になるとちょっと進みが悪くなります。こんな感じでバサバサになってしまいます。これ逆目、逆らうと木目がバサバサになります。こんな感じです。これは逆目です。ではちょっと逆目を、木目を見ながら説明していきます。この木の木目ちょっと分かりづらいんですけど、こういうふうに斜めになってます。これちょっと鉛筆で濃く描きますね。この木目を見ると左上から右下に下がってるので、ここを削りたい場合はこうやって削りたくなるんですけど、そうなるとここの一つ一つに食い込んで裂目になってしまいます。だから食い込まないように削るって考えた方がいいです。こういう場合は、こっちを削る場合はこういう方向に削らないと裂目になります。逆側を削りたい場合は今度はこっち側になります。反対、上と下でひっくり返したら反対方向になります。ちょっとひっくり返してみます。はい、こうなります。これも食い込まないように掘りたいので、こっち側から削ることになります。上と下では反対方向になります。実際にこの木削ってみましょう。こう削ると裂目になりますね。ちょっと削ってみます。進まないですね。食い込んでんでバリって、こういうような汚くなります。で、逆にこっち側は逆目じゃないので削ってみます。綺麗になりますね。で、今度今こっち側は削ったんでひっくり返してみましょう。こっち側を削ります。綺麗です。で、逆側から削ると逆目、食い込んでいっちゃうので逆目になります。こうやって逆目じゃない方、習い目と言います。若い仕事をする場合はこうやって習い目で削ってください。そうすると表面が綺麗になります。たまに習い目で削ってもバサバサってなる場合があるので、その時はまた逆から掘ってみたりとか考えながらやるといいです。基本的にこうやって綺麗に削れる方向で削るのがいいです。こうやって節があるとここで木目の繊維方向が変わったりします。例えばこういう線で切ったとします。ここら辺は節の影響を受けて逆目の方向が変わります。こうやって切ると節があったことが分かんなくなってしまいます。こういう場合どっちから削っても逆目になってしまうことがあるので、削って食い込むんだったら逆方向から削るっていうような掘り方をする場合もあります。